これだカメラつけてない。もうまずこっちから行こうか。うん、まずはこの左側。ん、右側、左側。あ、もう、あ、こっち来たらだって戻れないでしょ。戻ったらこれ行けるの車で。あ、行かない方がいい、歩いた方がいい。はい、こんにちは。はい、こんにちは。さあ、福井県、福井県お化けトンネルの左、左側って、左にあるね、ね、元電車が走っとった道、トンネル。うん、何やろうね、これ近代。あ、書いてあるな。うん、後で見よう。そこへ来てみました。うん、前回は探索できず本当に通って場所だけ確認する感じだったから。そう、前回むしろもっとな、探索の時間長くすべきだったんだよな手を抜きました、ムイ君が。手を抜きましたっていうか、その後の予定があんなに悪とは思わなかったから。だって遠いもん、福井特に何もねえし。よし、じゃあさあ皆さんね、ね、今日はね、電車が走ってたトンネル見切れてるからうんね、探索みんなでさ、しましょう、しましょう、レッツゴー。さあ、急いで行こう、急いで行こうアホやな、俺たち。よし、近代解散周遊ルート山中スイッチバック。要するにここであれか、ちょっと行き過ぎるな。では皆さんね、今から行きましょう、行きましょう。この左側のトンネル、ね、わ、水きれいどこ行っても言うな、その水きれいは。水がきれいなところに悪いところはない暗いなぁ、でもなんか車で来そうな気がする。まあ行かない方がいいって言った理由が後でわかるよ。あ、本当は行かない方がいい、狭すぎる、 U ターンができない。あー、来とるね、足跡があるよ。うわ、マジや、あ、いいなぁ、歴史を感じる歴史感じるかなあ、行けないわこれ、すいません皆さん、行けません。お、声が反響しだした。壁がある。うん、だからいたじゃない。行けないじゃんこれ、あれ、あ、短っ失礼します、行けません。終わり？終わり。もうすぐそこやん。ちょっと待って。調子抜けしてまんなんだけど。ちょっとやばくない？ちょっと今までなんか不満だね。そう、だからあれよ、あの車で行かない方がいいって、その行き止まりだから。でもこんなに早く行き止まりが来ると思わなかった。ちょっとちょっとちょっと、この眺め良くないなんかいいな、すごいな。そうじゃん、50メートルないですよね、だってここの壁まで。30メートルぐらい。うわー、すげえ。
待って、水流れてるところさ、普通になんか流れる場所かなと思ったら亀裂からじゃん。大丈夫なのかこれ。3時間かけて2分マジか。これ夜どうします？あの普通なんて車走れる方のあっちの右側のトンネルメインで夜探索する？あ、車来てる。マジか。マジか。もしかしてショック受けてる？あ、うん、ショック受けてる。俺知らんかったん。そう、行き止まりになってて、マジかいや、どうしたもんかなと。あの正直その折り返しのスイッチバックは分かってたけど、あんなに短いスイッチバックだと思わんかった。そう、こんな短いと思ってなかった。向こう側に何かあるかもしれんぞ。ああ、反対側見てみます。あるのか知らんけど。